人間ゴルフ。皆さんこんにちは、やで。浅瀬の深海魚たち所属のプロ人間ゴルファーサルことゴリラやで。本日は人間ゴルフレッスンのコーチを務めさせていただくで、よろしくうほやで。レッスンとは言ったものの、ルールは普通のゴルフとほとんど変わりません。一番少ない打数でホールを回れば勝ちです。ただ一つ違うのは、ボールは友達、ではなく、友達はボール、というだけです。ナイショ。簡単ですね。あとは二人一組になって、ボール役とゴルファーに分かれます。ゴルファーには三つのクラブを使い分けてプレイしてもらいます。ドライバー、アイアン、パターです。飛距離は図のようになってます。ショットの比較動画を用意しました。下のラインは10ブロックごとに作られています。まず最も飛距離が出る、ドライバーです。いいんじゃない？約30ブロック飛びました。続けてアイアンをどうぞ。なかなかやるし。約20ブロック飛びました。ドライバーとは飛距離だけでなく高さもかなり違いますね。では最後にパターです。いいね。約10ブロック進みました。高さが出ないので平面や高所への移動はさらに飛距離が縮みます。そしてもう一つのクラブ、素手です。ルーパンです。あ、見てんのかお前。おい、こっち見ろお前。人間ゴルフのクラブの仕組みは、ダメージ量と浮遊量が比例する仕組みになっているので、素手だとちょっとだけ動かせます。わずかな微調整や目の前のカップインに使えるかもしれませんね。よし、ここまで勉強した君は、人間ゴルフマスターだ。今回は3つのホールを用意しているぞ。さあ、クラブを手に取り、友達をぶっ飛ばしてカップインしよう。レッツ、人間ゴルフ。ポンチョジロゴリラ。よし、第1ホール第1打ポンチョジロ。最近足腰鍛えてきたって言ってましたからね、今回飛距離が出るんじゃないですか、ね、もう解説してもうやってるもうやってるゴリラどうする。ラインこれボールボールに相談しだした。ボールに相談ここでボケてもしょうがないんだ。これはお前に全てを委ねてるじゃあね、基本的にこの方向性に対してまっすぐ、まっすぐ向くわ、こう、まっすぐ打つわ。90度というか、座標上に。わかった。これなんか、皮を向いてる向きによってもちょっとスライスしたりしなかったりするらしいんだよね。するね。よし、じゃあ。なんか向いてほしい方向ある？じゃあ真正面。ブロックに対して。綺麗なところだった。No. まあ、夏、邪魔。邪魔。一瞬夏オレンジが入ったぞ、今。目の前に。なんでや。後ろーん。なる。さっきを取り直して。はい。あ、なんで持ってんの？あ、そこでいい、そこでいい。じゃあ一番ウッドで、ドライバーでいきますよ。
はい。いくぜ。来た、来い。なん？あー、これダフりましたね。これはダメだわ。これは痛いな。何してんねん。お前何してんねん、これ。何や、この距離。ここに行ったもん。これ、これ、まずいな。これ、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 何してんねん。これ、まずいな、これ。これ、ダメじゃん。これ仲間バンカーやで、こんなおい、バンカーやん、こんなまずいなお前もう、バンカーさすぎやろ俺のカメラいらねえじゃねえかよ、これ立ってないよ、次行きましょう。なんだよ、次行きましょう。はい、じゃあ2打目、ナッツバイザウェイだね。記録3ヤード。 By the way、 ナッツ。さあ、今回のプレイヤーバイザウェイ、今回フォームを直してきたということですから、かなりまっすぐ飛ぶんじゃないですか。よし、いいか、夏、さっきの嫌な映像は全部忘れとけよ。あれ悪いイメージだから。俺、ソロを飛ぶイメージしか今ない。オッケー、こびりつけ、こびりつけ、こびりつけ。よし、行きます。おい。ご飯。おお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 なんだよ、そのおい、水色ボールは友達だろ玉との関係性が最悪だな、あのチーム。ボールは友達だろ。先に裏切ったのお前じゃねえか。ルウェン、アシュラン。ボールして俺リュウェンの特技はバックスピンとのことですが、苦手は、スライスがかかってしまうとのことです。ここでバックスピンはダメでしょ。バックスピン序盤にかける。後ろの方に、じゃあ行きますよ、行きますよ。最初なんて前に飛ばしてなんぼなのに。行きますよ。おっ、おっ、ええ、ええ、あ、これはかぶっ、おーい、いいですね。めっちゃ目合ってる。気まずっ。ちょっと俺にもこんちはさせろよ。ゴリラどこにいるの、見えねんだけど。なんで夏見えてんの、これ。見えてちゃダメでしょ、こいつ。まあいいや、次行きましょう。ちょっと待って、じゃあ次、ゴリラですね。そうっすね、どうしようかな。いやでもここさ、いるいる、ここでもなんか角の下じゃなかったか。ここなんだ、ね、目の前角やな。あー、これ上がれないな。バンカーちょっときついな、これは。すぐ上がれないな。人間ゴルフバンカーですよ、こんな一回下がるわ。一回鼻らかさんといかないね。俺の画面ゴリラ映ってないわ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。オッケーオッケー、映った映った。ボールが見つめてくるんだけど。結構前さっきの恨み忘るべからずやで、ね、ちょっともう忘るべからず。第2弾いいですか、私。はい、さあどこに打つんですかね。これは嘘だろお前。あ、やばい、出た。殴ったけど動かないパターンや。詰め合うな。殴ったのにガンとして動かかったパターンや、これは。どうする、これは2打目になるっけ。やっぱ2打目になります。なるんだ、運にも恵まれてない。行くで、第3打。パター。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ひどいな、これ。さすがにじゃないか。ハマってないか。ハマってんじゃねえ。大丈夫。あ、アイアン、アイアン、アイアン。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 いきます。はい。はい。いい絵が垂れましたよ。ああ、もうひどい、これどうすんのお前これ。むしろ今の絵めちゃめちゃ面白かった。透明感見てるけどちょっと楽しいなこれ。楽しい。
あのゴリラがどんどんフェードアウトしてるところをリュウエンとポンチョがこうやって失念をしたりスーってやってくるんですけど、ゴリラー回転回三射してんだから、これ K-O さんでよくしあーゴリラあ、これもう素材が面白くて、ずるいよもう何してんだよ、待ってこれもったいないよ、音声消すの何してんのお前、もったいないこれ、ね、あれなんだよ、地面なくね、俺がリスポンするとこないよ、どうすんのこれどうすんのこれ、なんか座標変えてちょっと待って、編集せやな、編集せやならんのか、編集せやならんのかこれダメ、ケイヨさんじゃん、これマジか、いつかの月に回したらこれもったいないよこれ、なんかおい、まだ1ホール目だからな、1ホール目だから、まだ1ホールだし、これどっからリスタートなんこれここじゃあそっからですここってパー5だったっけ、パー5です、なるほどもうボギーですよし、じゃあいいですか、はいどうぞ、第頼むで、第なんだこれ、1,2,3 もうわかんねえよ、5段目かこれ、寝言言ってんじゃねえよ、いきます、ほい、おおお、今度はいいんじゃない、やっとまともに飛んだ、あ、もう一回あなたです、よし待って、グリッパーに待ってはい、あ、レスポンチコップでいや、さすがに落ちないでしょ、第7だ。これはここに隙間ないよな。ここに隙間ないよな。よしよしよし。ない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 。まっすぐ打てばいいんだ。じゃ筋トレの成果を見せてやるよ。お？打ちます。はい。ほい。お？お？ああ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 あお前残り1マスじゃん、1マスじゃん、お前筋トレで変な筋肉だったから1マスじゃん、おいチーやろじゃねえよお前、うんここそんな落ちるコースじゃなかったけどな、そうなります、お前ミンゴルで一番最初の初心者コースやぞ多分ひげえこれ、お前の打ちっぱなしに付き合ってんじゃねえのか、ほんとだぞ、たくよ頼むよ、これ何ダメだっけ、8ダメですよ、し勢いこいだ俺を信じて、うん信じてるよ、次だこれも面白いね、よーしよしよし、おっ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 、あっやばいやばいやばい、あでも場所は覚え、あここですここ、はい、移動するよそこに、ちょっと待ってて、ちょっとバックスピンかかりすぎましたね、ちょっとそうね、次多分俺だな、はいはい、うん、うん、あちょっと待ってね、私にここだったぞ、ごめん君たちなんだね、2打目だよまだ2だよ4倍ぐらい差が出てんだよでよし行きます、はいはい、あれ、おおおちょっとき、おどうだ、あ乗ったか乗ったか、オッケー、よし、おおマジか、うまい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 、オッケー、確かにうまい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 、よしいいね、ベストだな、そこ乗ったのでっけえな、これはいいだろう、あそこ乗らないときついんです、まあプロだからね、マイナス4持ってるからねこのパー3で、手前で段差に落ちちゃうともうポンチョコースだからそんな。そうだな。せめてあそこの一番上に乗せたいな。とりあえず、フェアウェイであの一番上に乗せたいな。乗せたい。よし、行くか。よし、来い。あれ？おお
おお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 向こうまだいいよ。三、二段しない。二段しろから。狙える狙える。それは狙える。悪いな。六段目から数えてねえんだ。そうなんだ。もう二回目落ちたあたりがもうどうでもよくなったな。出せるとどうでもよくなった。まあまあでも二コース目三コース目次第ではね、別に逆転ありえるよ。お前らも沼る可能性全然あるから。あ、それはありえるからね。あんまり見えるけどな。あ、ちょっと待って、はい、そっちか。俺こっち。うん、俺基本この枠から取るから。オッケーオッケー。うん、ちょっとじゃあ俺はちょっとやってみるか。さあ、ゴリラはどこに着弾するのか。まあ、乗ってくるでしょう、さすがに。大丈夫。大丈夫。で、いきますよ。相当フォーム悪いよ、それ。いきます。はい。はい。おえ何やってんの？なんでなあ、近づいてね。戻ったの。キャッチャーフライじゃないんだぞ。チューチュース、チューチュース、チュース。お前、甲子園でキャッチャーフライやってんじゃないの、これは。もう一回行くぜ。どうぞ。ほい。そうそうそう。おーい。そう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 。乗った。よし、よし、よし、よし。いい距離ですね。いいね。これはプロだろ。いやいやいや、というわけで現在10段を終えてここということで。やめてやれやめてやれ。いいで10段か。僕に飛距離ってさ、微調整ってできるの？いやー、あんまわかんない。基本固定値か。実質だから、本当にジャンプかどうかとかになっちゃう。あー、それぐらいか。アイアンと、まあ、さあ、後ろの正面から捉える僕の考え。いやー、悩みが。夏、ごめん、俺もスペクテーターで夏がなんか半透明で微妙に映っちゃってるから、もうちょっと、座標ずらさずに上に上がってくんない？アイアンかな、これ。ねどう思うか。そうだね。アイアンだと思う、これ。いや、アイアンだと思う。アイアンだよな。パスターは多分届かないと思う。パターは取るから。お前、今からケツしばかれるんだぞ、後ろ。いきます。あ、これ真上視点いいな。いきます。おお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 しい、あーそう、まあバーディーだな、これ惜しいじゃん。うまい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 、あ、飛距離足りなかったなぁ。いや、多分クリーチャーが入ってなかったなぁ。あー、クリーチャーが届いてたかもみたいな。ちょっとしばくらに釣った可能性ある。ドライバーだったら行き過ぎてた。ちょっと後ろのケツが衝撃吸収しちゃったな。じゃあ低反発だ。プリンプリンだからな、しょうがない。若干距離は。あ、そっかそっか。で、後ろが今もうギリギリ届かんかったぐらいやから。あ、そっかそっか。じゃあ普通殴りでいけるぐらいか。普通ぐらいで、ちょっとそう、下手したら直行えちゃうかもぐらいだと思った。はい、さあ、バイザイ、俺に初の穴の姿を見せてくれ。お、あっ、なぜかしゃがみ押してくれ。あ、いい。よし。いいんじゃない？さあ、来い。いきますか。いや、これ貯金つけたい。入れたいな。これ入れたらかっこいいぞ。これ入れたらかっけえな。いきます。おい。おおおお、生きて、生きて、ああああ、おお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 おすごい。すごい。あの、今ね、コラミカン。コラミカン。あの、今ね、あの、ビンゴルでいう、あの、ピンに、くるくるくるストンっていう、あの感覚。あれね。今、棒に当たったから。あれよかったね。うまいじゃん。素晴らしい。あ、11ダメ。ここで入れれば、プラス6だ。ごっついな。あ、ここですよ。悪いな。じゃあ、ゴリラちょっとしゃがんで一回。これ、はい、知ってるか、ゴルフって数多ければ負けるんだぜ。じゃあ打たせていただきます。はい、お、はい、頼むぞ、頼むぞゴリラ。俺に頼んでもな。ほい。Oh my god! よし、行くぜ。ほい。
プラス6。悪いな、6ダメ以降は数えてねえんだ。プラス7か、12だ。やば。いくよ。はい。はいはい。はい。さすがに、さすがに、さすがにね。あ、バーディーです。ということで、ワンホール目の結果は、どうなんだ。バイザーナッツマイナス2。はい。俺らはマイナス1、はい、俺らがプラス0。俺らが違うんだな。プラス7だ。2アンダー、1アンダー。まあまあでも、次はゴリラが打つ側だから。7オーバー、俺。そうです。ワンホール目で。まあ、わかんないからね、別に。そう。みんな上手い可能性あるからね。だんだんコース難しくなってるんだもんな。そうです。こっからだよ。ちなみに僕一番びっくりしてるのが、あの CG とかでポンチョがこう活躍しないのはワンチャンわかるとして、このゲームもって思ってしまったのがすげえ驚愕なこのゲームですらダメなみたいな。次のコンパースいくぜ。ポンチョの下手さもあるけど、そのゴリラの弾としての挙動もおかしいからね。そうね、なんか怪しいんだよ。これ悪いか、イカ様わかんないけど、どっちが悪いかわかんないんだよそれ。ただこれどっち行くの。あ、これだ。あれ、先のやつですよ。移動コース2パース6。これは、あ、なかなか高低差のないな。これ難しいよな、結構難しいよ。高低差で最初の位置で大事ですね。最初のね、坂を越えていくのがね、これ、これでしょ。ここをどう越えるかが難所だね。1段目と2段目は、はい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 、あの階段は沼るぞ。沼るな、やり方によって沼るぞ。本当に何段も食らうからな。じゃあ次は、あの強制交代ね、多分。肩下げからのドライバーだと思う。ハマったぞこれ。ハマったもしかして。当たった。引っかかったな。ふけー。このゲームふけー。